ウィリアム・ローズ・ウィリアム・ローズは、兄・ヘンリーと同じく、イングランドの作曲家、宮廷学士、ソールズベリー出身、王党派として、新京都軍と戦い、戦死した、ソールズベリー大聖堂の聖歌助手、トマス・ローズの次男、ハート・フォード博、エドワード・セーマーの秘語を得て、作曲家、ジョン・コ・プラリオに指示。おそらくこのつてから、早くから交代し、チャールズと接触する機会を持つ。 皇太子がチャールズ一世として即位すると、兄ヘンリーと共に宮廷楽団に採用される。1635年には、リュート奏者及び声楽家の一人として、上近音楽家に任命されるが、それ以前から宮廷音楽の作曲を手掛けていた。成人してから、すべての日々を宮廷における任務に捧げ、世俗音楽やマスクのための歌曲を作曲し、また、 チャールズ一世の礼拝堂のためにアンセムやモテットを作曲した。ローズは今日3人から6人までの奏者によって演奏されるガンバコンソートのための成功なセットによって名を残している。没後にこれらの人気が低落したのは大砲や風画の利用に加えて牧歌的な主題に風変わりで辛辣な主題を継ぎはぎする傾向のためである。 ローズのコンソート組曲は、イギリスの古楽器アンサンブルを中心に再評価され、ようやく近年になって、演奏、録音されるようになった。チャールズ一世と議会との不和から、イングランド内戦が勃発すると、ローズは、応答派の軍勢に加わり、この衛兵に任命された。これは、ローズが危険に身を晒さらさねことを望まれているということで、あった。にもかかわらず、議会派による、 王党派の大虐殺の際にローズは、ふと打ち殺された。ローズの墓悲鳴の最後の下りは、彼が王権侵術の否定派の手にかかって死んだという、事実をほのめかして、次のようなお涙ちょうだいの地口で締めくくられている。ありがとうございます。